孫悟空の息子よ。誰なの？いいか、俺の話をよく聞け。まずお前の父は死んだ。少しは覚えているだろう。あの男を倒すために犠牲になったのだ。悟空のやつは仲間がドラゴンボールを集めてきっと生き返らせるはずだ。しかし問題はそんなことではない。ラディッツは何とか始末をしたが、1年後にやつよりもっと恐ろしい仲間が2人やってくるらしい。そうなったら孫悟空が生き返ったところで俺とやつだけではまるで勝ち目はない。お前の力が必要だ。修行で戦術を身につけ、共にこの地球を守れ。切り札はご飯。サバイバル特訓開始。そんな僕なんか全然戦えないよ。ガタガタ抜かすな。この俺が戦い方を叩き込んで最強の戦士にしてやる。わかったな。修行って何をすればいいの？たった一人ここで無事に生き延びてみろ。6ヶ月経ってお前が無事に生き延びていたら戦い方を教えてやる。じゃあな。お腹すいたよ。誰かいないの？誰かいないの？
ち、あのガキめ。早速くたばっていないだろうな。これでくたばるようだったら、それだけのガキだったということだ。力が出ない。ちっ、なんで俺様がこんなこと。余ってたよ。面倒をかけさせやがる。人間の村か。あのガキを鍛えるには邪魔になるかもしれんな。
ろいろあるよ。毎度弱いままではいろいろあるよ。毎度らっしゃい。毎度雑魚がいるようだな。チッ、妙なのが嫌がる。今のあいつには荷が重いか。始末。
ザコが手間を取らせやがって。いつでもいいぜ、かかってこい。ほっ、うん、魔剣闘殺法、魔剣闘殺法、ほっ、うん、ほっ、うん、ほっ、わっ、その程度だったか。一度休憩した方がよかろう。ザコがいるようだな。
終わりだ。さて、あの泣き虫のクソガキはどうなっているか。追い詰められて少しはマシになっているといいがな。だがサイヤ人どもと戦うには戦力がまるで足りん。あいつの潜在能力に賭けるしかない。チッ、一度きりだ。今回だけは食い物を恵んでやる。この辺りにありそうな食い物はリンゴくらいか。まったく世話の焼けるガキだ。せい。一つでは足りんか。どこにある。休憩が必要な頃合いだな。この辺りか。これだけあれば十分だろう。世話焼かせやがって。
しいんだぞ。みんなサイヤ人の力なのか。ほっ、うん、ほっ、あっ、あった、つわ、止まれ、うん、ほっ、魔剣交差法、うん、魔剣交差法、なんということだ。なぜあのガキが大猿に、うん、ほっ、うん、ほっ、魔剣交差法、うん、はっ、ほっ、うん、ほっ、あ、魔剣交差法、うん、ほっ、つわ、はっ、くたばれ、あ、くたばれ、つわ、完全に暴走しているな。それではこちらの声など届くまい。つわ、とんでもない。あれ、俺の攻撃は効いているのか。ほっ、うん、ほっ、うん、ほっ、つわ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 、サイヤ人が来る前に地球は壊滅だ。月が深淵を描く時こそが我々サイヤ人の本領を発揮できる時ではないか。そうか、満月だ。まさか変身するとはな、サイヤ人の力。変身するには満月と尻尾が必要らしいな。尻尾も取ってしまうか。服と剣ぐらいはサービスしてやるか。俺は自分の修行をせねばならん。もう行くぞ。貴様が6ヶ月の間ここで無事生き延びることができたなら、このピッコロ様直々に地獄の特訓をしてやろう。死んだ方がマシだったと思えるほどのな。覚悟しておけ。